はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は哲学入門の第75回になります。ご視聴感謝してます。今回第75回のテーマは伊藤仁斎です。ぜひ最後までご視聴ください。まず、哲学とは人間とは何か、人間はどのように生きるべきかを問い答えを求めることと、哲学の語源はフィロソフィア、ソフィアを愛すること、つまり知恵を愛することというのが語源になっていると。哲学者というのは絶えず無知を自覚しながら人間としての生き方を探求するものと。で、古学の登場ということで、鎌倉時代に仏教の日本化が進んだように、江戸時代には儒学の日本化が進んだと。それは朱子や応用名などの注釈によらず、論語などの儒学の古典を直接自分で読み取り、その本来の教えを受け止めようとする形で現れたと。で、古学の思想は古学の提唱者で指導を説いた山賀祖孔、古儀学の伊藤仁斎、そして古文字学の荻生徂徠に代表されると。で、伊藤仁斎ですね、1627年から1705年ということで、江戸時代前期の人です。コロコロになると、もう江戸時代というのはかなり平和ですよね。豊臣一族ですね、が大阪冬の陣、夏の陣で、完全に滅亡してですね、日本の中から完全に紛争とか争いがなくなっている時代ですよね。なので、もう一番こう、平和というか、一般の庶民の人たちがですね、のんびり暮らし始めることができるようになっている時代の学者さんということです。京都の商家に生まれると。少年の頃から学問に励んだと。青年期に朱子学に満足できなくなり、陽明学や仏教、老荘思想も学んだと。市井の学者として京都に私塾、古儀学を開いた。塾は盛況で、その門弟は3000人と。儒学を志す者の10人に7人はこの塾に属したとも言われているということですね。伊藤仁斎は初め朱子学を学んだが満足できなかったと、ね。幕府公認の学問ですから、基本的にまずみんな朱子学っていうのから入るんですね。しかし伊藤仁斎はそれに満足できなかったと。やがて論語を最上至極宇宙第一の書と確信するようになったと。ね、いろんな老荘思想とかね、陽明学とか学んだ中で、論語っていうのが一番素晴らしい本だというふうに伊藤仁斎は思ったわけですね。そして論語のもともとの意味、古義を究明しようとする古義学を提唱したということですね。もともとの意味のことを古義と言ってるわけですね。その学問で古義学というふうに提唱したわけです。で、伊藤仁斎は朱子学が重視した敬意あり、敬っていうのは自分の欲望を抑えましょうという考え方ですよね。理っていうのはその原理原則ですよね。例えば朱子学で言えば宇宙の大元に流れている原理原則ですよね。で、そういったものよりも仁や愛、仁っていうのは、この仁とはっていう定義がないんですよね、孔子のその論語にはですね。こういったのは仁が少ないとか、こういったのは仁ではないとかっていう表現はあるんですけど、仁とはこうであるっていう表現はないわけです。ただ伊藤仁斎 自身はですよ、その論語を、直接こう解明しようと考えた伊藤仁斎 自身はもう仁イコール愛というふうに考えています。だからもう仁っていうのをもし一言で言うならそれは愛であると。だから仁と愛っていうのは伊藤仁斎としてはもうほぼ同じ言葉というふうに捉えているわけですね。ただ孔子自体が仁とはこういうものであるというのをこうはっきりと定義してないので、もうこれは本当に人による解釈によると思います。今回は仁イコール愛ですね。もう仁って何ですかって言ったら、もうそれは一言で言えば愛というふうに伊藤仁斎自身が言っていると。仁や愛が根本的なものだと考えた。身分の違いを超えて人間同士が親しみ合い愛し合うのが人間の道だというふうに考えたと。それは身分の区別を厳しく立て、人間らしい感情を抑圧する傾向を持つ朱子学派と対立する考えでもあったと。朱子学っていうのは敬っていうのを重視してますからね。敬っていうのは自分の欲求欲望を抑えると。私利私欲を厳しく問い立てるというのが敬であり、朱子学の一番中心の教えですね。朱子学っていうのは日本風朱子学ですね。林羅山風朱子学ですけれども、それとは完全に対立する考えということになります。
まあ、人災は、この仁愛の根底には誠が必要だとしたと。で、仁愛っていうのは、まあ、気持ちですよね。感情ですよ、ね。人を愛するという感情です。で、その仁愛を持つためには、ね、その大元には、誠というのが必要で、誠があれば、まあ、仁愛っていうのを、感情として抱いたり、もしくは実践したりすることができると。誠あっての仁愛という感じですね。で、誠って何ですかって言ったら、まあ別の漢字を当てるなら真実の真という漢字になるということです。心の内と外が一致して偽りがないこと。本心と言ってる言葉が一致してるということですね。自分の気持ちと実際口で言ってる言葉っていうのが一致しているというのが誠というふうになるわけです。まあ、だから自分の心に正直に言葉にできている状態っていうのは誠ということですね。まあ、極めてだから正直っていう気持ちに近いわけです。で、人災の場合は、儒学は社会規範としてよりも心の教えとして把握されたということですね。で、純粋な信条、誠実さを重視する道徳観は、古代の生命心。生命心っていうのはもう日本人にもう過去数千年前から流れてるんですね。古神道の時代から流れている生命心ですよね。から一貫する日本文化の伝統と。ね、いや、日本人というのは基本的に誠実というのを非常にこう重視しているわけです。誠実というのは言行一致とも言われますよね。自分が言ってることとやってることを一致させるということです。で、誠とは、真実無偽であり、完全に真実であり、偽りがないであり、自分に対しても他人に対しても偽りを持たない純粋な心情であると。ね、心のことを、すごく内面の心、心情っていうのをすごくこう伊藤仁斎は重視してるわけです。だから自分の心に正直に発言し、そして発言したことを実際その通りこう行動していくという、そういったものを、伊藤仁斎はすごく重視していて、まず自分の心に正直に発言しましょうというような感じですね。一方で、心を常に誠の状態に保つことは困難であるとして、日常生活における忠信、自分を偽らず他人を欺かないことの実践を説いたと。ね、理想は誠ですと。で、誠っていうのが根底にあって、それで仁愛っていうのが実現していくんだということです。だから、まあ理想的には誠なんですね。常に自分の心に正直に発言していくというのが理想なんだけど、現実それがじゃあ100%できますかって言ったら、まあ実際は難しいと。ね。やっぱりこう、なんていうんですかね、人間関係、付き合いなので、自分が思ったこと、感じたことを全部そのまま言うっていうのは、なかなかやっぱ難しいですよね。なので、まあ現実的には、ね、忠信というのを実践しましょうと。まあ、つまり、誠と忠信っていうのは、誠っていうのが理想です。誠っていうのが、根底にあれば仁愛っていうのが実現するっていうのが伊藤仁斎の、考え方になっているわけですけれども、自分に対しても他人に対しても偽りを持たない純粋な信条ということで、まあ、自分の心に正直に、かつ人に対してももちろん正直にということですね。で、口にすることっていうのは常に自分の感情に正直にな、気持ちっていうのをこう言葉にしていくというのが誠ですよね。まあ、ただやっぱりこう人間っていうのはどうしても二面性あってですね、本音と建前ってありますよね。どれほど正直な人でも、じゃあその人が感じたことを全てこう言えば人間関係ってうまくいくかって言ったら、やっぱりなかなか難しい。やっぱ建前っていう、自分が感じたことでも黙ってるとかね、言わないとか、まあそういったことっていうのはやっぱり実際あると。だから、まあ現実的には忠信ということで、自分を偽らず他人を欺かないと。まずここから実践していきましょうと。ね。とにかく、まあ嘘は言わないと。ね。いうことを、から始めていくということを言ってるわけですね。まあ最終的な理想としては、自分が感じたことを正直に言葉にする。もし言葉にするなら、それは自分の、心情に偽りがない正直な気持ちをこう言葉にしていくっていうのが理想であり誠なんだけれども、やっぱ本音と建前の中で人間っていうのは生きてる中で、まあ、忠信っていうのから実践しようと。ね、自分を偽らずに、まあ、他人を欺かないと。ね、嘘を言わないで、まあ、騙さないといったところから実践をしようということを、まあ、教えたということですね。
はい、ということで次回第76回は荻生徂徠をやっていきたいと思います。次回もどうぞお楽しみに。もし、今回の動画がですね、何らかのお役に立てたということであれば、ぜひグッドのボタンを押していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。